今回は、37歳、限界独身フリーター男性、カツ丼チャンネル様に、ガチで説教していきたいと、思いますー。カツ丼様といえば、言い訳の宝石箱、何もない人、サイコマルマイン、などの異名を持っている YouTuber です。詳細は過去動画で解説していますのでそちらを見てください。簡単に言うと、シャムさんの上位互換です。一応ちゃんと働いているのでシャムさんよりは上です。しかし知名度的にはシャムさんよりは下です。カツ丼様はもともと実家暮らしのニートだったのですが、一年発起して再び働き始めて、今は一応一人暮らしをされています。カツ丼様のニート時代の動画がとにかくヤバくて、自傷行為をする動画や、食器や家具を破壊する動画、木刀で素振りをする動画など、どう見ても完全にただのやべえやつでした。カツ丼様は社会復帰する際に、インターネットから表向きには姿を消しました。そして最近またネットでの活動を再開して、現在は YouTube で動画投稿をされています。復帰当初は高評価が多く、好意的なコメントも多かったです。しかし最近では低評価が多く、辛辣なコメントが非常に多いです。私も復帰直後はカツ丼様のことを応援していましたが、最近は応援する気持ちが徐々にしぼんでいっている。というのが正直なところです。モロチンを応援する気が全くなくなったわけではありませんよ。私はカツ丼様に1万円投げ銭したこともあります。カッチャンの理論だとお金を払っている以上は、感想を言う権利があるらしいので、モロチン私にも言う権利はあるはずです。カツ丼様の尊厳が損傷しないように、できるだけ優しめに言います。はっきり言ってカツ丼様に関する動画を投稿しても、大して再生数は伸びないですし私にはあまり旨味はありません。ただカッチャンの今後の人生がうまくいくことを、心から願っているのは事実ですので、具体的に役に立ちそうなアドバイスをいくつかします。自分で言うのもなんですが、もしかしたら1万円の投げ銭よりも、はるかに価値があるアドバイスかもしれません。知らない人のために軽く説明しておくと、カツ丼様は最近、カレー屋をオープンしたいと公言していました。しかし視聴者にカレーを送って感想を教えてもらったところ、見事に酷評され、カツ丼様は尊厳が破壊されてしまいました。でも私からすれば、どう考えても飲食店のオープンなんか、目指している場合じゃないと思うんですよ。通帳を晒していましたが、いい年して貯金が全くないです。10万以下とかそんなレベルです。曲がり運営ならギリなんとかなるかもしれませんが、まずは仕事でしっかり稼いで貯金を作るべきです。かっちゃんはもう若くないんですよ。37歳でフリーターで貯金なし。これはかなりヤバい状況です。もっと危機感を持った方が良いです。例えばカツ丼様がものすごく料理が上手で、自作のカレーを振る舞ったら皆から絶賛されるレベルなら、カレー屋を開いてみるのも面白いかなと思うんですが、そんなことないでしょ。酷評されてたじゃないですか。カツ丼様は別に料理うまくないです。っていうかむしろ世間の平均より下だと思います。料理動画が評価されているのは、他に評価できるような動画がほとんどないため、相対的にマシ、料理動画ならまだ見れるというだけの話です。創作料理と称して、いろんな調味料をドバドバ入れているのを見て、ああこれはダメだなと呆れてしまいました。基本の料理がしっかり作れないのに、創作もクソもないです。基礎ができていないのに応用はできません。まずはレシピ通り作って基本のスパイスカレーをマスターした上で、試行錯誤を繰り返すべきです。カレーを作る場合は、水や調味料、スパイスなどをしっかり計量しないと、試行錯誤をする意味があまりないです。腕の立つホテルの料理人が独立する場合は、飲食店を開いても成功する場合が多いです。しかし定年後に老人が始めた飲食店とかは、大体すぐ潰れる印象があります。カレーを酷評されてわかったでしょ。商売ってのはそんな簡単なものじゃないんですよ。素人が適当に作った料理で、お金を取れるわけがないでしょ。飲食店は5年で半数以上、10年で9割が潰れる、なんていう話もあります。何も飲食店にこだわる必要はないんじゃないでしょうか。料理の探求が楽しいと思うなら、料理の過程を誰にでも再現できるように、しっかり計量してその制作過程を動画にして、皆に見てもらうとか、料理動画を頑張る一方で、人気が出てきたらワンチャン店を開こうかな。みたいな感じでも良いのではないでしょうか。今の段階で店をやろうとするのは時期尚早だと思います。もっと腕を磨いてからでも遅くはないはずです。カツ丼様は動画で、自分のカレー屋がいずれは全国チェーンになるといいなぁ、という夢を語っておられました。しかしですね、さすがにそれは妄想が過ぎますよ。昔も本を出したいとかおっしゃっていましたけど、そういう妄想はいい加減卒業しましょう。カツ丼様は昔から、成功した自分の姿を妄想して、喜んでいる節が見受けられます。しかしですね、人生で大成功を収める必要はありません。普通に働いて普通に納税して、普通の人並みの生活を送る、それで十分ではないでしょうか。映画や小説のような、華々しい人生を送る人は稀です。世の中の大半の人は普通の生活を送っています。これはあくまで私の考えですが、世の中の成功者のほとんどは、ただ運が良かっただけだと思っています。私が YouTube で結果を出せているのもただ運が良かっただけです。普通に働いて納税する、それだけで十分社会に貢献していますし、十分かっこいいことですよ。かっちゃんはニート時代に比べたら頑張ってるよ。だからそこに限っては自信を持っていいと思います。でも現状で満足してはいけません。かっちゃんが37歳限界フリーター独身男性という事実に変わりはありませんから、かっちゃん、就職しましょう。まずはしっかりとお金を稼いで、生活基盤を安定させましょう。話
はそれからです。最近批判コメントと低評価が多いのは、かっちゃんの行動を見ていて、支持できない要素があまりにも多いからです。まずは就職を目指して社会と向き合うことが、人として正しいと思いますし、正しい選択をすれば世間はきちんと応援してくれるはずです。ニート時代に就職すると言った時、珍しく高評価がついた時のように、もろちん夢を持つことは良いことです。ケイスケホンダは、夢が必ず叶うなんて俺は一言も言ってないけど、できるだけ大きい夢を持ちましょう、とおっしゃっていました。そしてここからが大事なのですが、そしてその夢に向かって努力してください。その努力は明日やるんじゃなくて、今日から始めてください。というのがケイスケホンダの言葉です。やや辛辣な言い方になったかもしれませんが、ここまで言われてカレー作りがやりたいと思うのなら、ぜひ続ければ良いと思います。しかし努力の方向性を間違えてはいけません。カツ丼様はしきりにカレーを作る動画を投稿されていましたが、上達している感じはあまりしませんでした。スポーツが上手くなるために、うさぎ飛びだけしていても意味はありません。カツ丼様は努力の方向を間違えています。どうすれば結果が出るかをよく考えて、最小限の努力で結果が出せるように、工夫して努力をしないと意味がありません。でないとせっかくの努力が無駄になってしまいます。さて次は、そこそこ結果を出している YouTuber として、カツ丼様のチャンネルについて少しアドバイスをします。現在のカツ丼様には、それなりの数の視聴者がついていますが、今の動画のスタイルだと、新規の視聴者の流入はほとんど期待できません。37歳フリーター限界独身男性の、日記帳みたいな動画って、どの層にも需要ないです。ただ世の中には特殊な人もいますので、カツ丼チャンネルを好き好んで見るような、変わった人がごく一部います。なので今の動画スタイルでいくら頑張っても、爆発的なバズりは期待できないというか、これ以上伸びるような期待もあまりできないんじゃないかな、というのが私の感想です。ではどうすればいいのか、しっかりとコンテンツで勝負しましょう。37歳フリーター限界独身男性を前面に出すのではなく、コンテンツで勝負しましょう。例えば他のチャンネルの例で、日常の料理動画を出していた頃は、大して伸びていなかったのに、1週間の食費2000円、みたいな動画を出した途端に、急にバズったチャンネルがあります。これどういうことかというと、要は一般人の日常生活の動画とか、誰も興味ないんですよ。しかし1週間で食費2000円って、誰にでも刺さるキャッチコピーです。サムネを見ただけで、ちょっと興味を惹かれるような文章ですよね。なのでカツ丼様も、YouTube でバズりたいのなら、日常生活を配信するだけの動画ではなく、世間の多くの人の目を引くような題材を自分で考えて、挑戦してみましょう。極端な話、1週間で食費2000円生活、みたいな丸パクリでも全く問題ないです。作る料理も丸パクリだったらアウトですけど、料理が別なら題材は一緒でも問題ありません。ただ世間から受けることを考えて、一生懸命動画を作ったとしても、全く伸びないこともある。それが YouTube です。これは飲食店経営などでも同じことが言えますね。こうすれば絶対に成功するみたいな、模範解答はありません。手探りでやっていくしかありません。ただ今までと同じ動画を投稿し続けるよりは、たまには新しいスタイルの動画を試しに投稿してみて、反応を見てみた方が良いでしょう。トライアンドエラーを繰り返すことが大切です。一回失敗しただけで落ち込んでいるようではダメです。新しいスタイルの動画を投稿して、それが伸びなかったら尊厳が破壊されるかもしれませんが、それで落ち込んで投稿をやめているようでは、絶対に成功できません。とにかくカツ丼様の人生で必要なのは、収入を増やすことと、支出を減らすことです。収入に関しては就職すれば、ひとまず解決できます。支出を減らすことについては、一番削れるのは食費ですかね。ラムーなどの格安スーパーで週一で買い物して、毎日鍋料理出し使い回しみたいな生活をすると、めちゃくちゃ食費を切り詰めることができます。1週間丸々円生活、みたいな感じで、節約しつつ美味しい料理を作る、みたいな感じの動画も面白そうですね。そういう感じで多くの人が興味を持つような形のコンテンツで勝負しないとダメです。今のカツ丼様の過去動画って、ほとんど資産価値がないんですよ。過去動画はほとんど再生されていないはずです。しかし1週間丸々円生活、みたいな興味を引くような題材の動画は、過去動画をつなげて長尺の総集編にすることで、過去動画を再利用して稼ぐことができます。大阪王将のナメクジ事件で炎上した、オトハピー様による、カツ丼様の評価は次の通りです。カツ丼は、人間性は普通だけど、仕事ができない、本当に仕事ができないので嫌われていた、職場のおばちゃん二人が、カツ丼が出勤する日は私たちは出勤しない、と言い出すレベル。当時はオトハピーが叩かれていたのですが、カツ丼様の正体が明らかになった今だと、いろいろ考えさせられるものがあります。別に不器用でもいいんですよ。器用な人と不器用な人がいるのは仕方ないです。でも不器用ならそれをしっかり自覚しないと、自分の特徴を正確に把握しておかないと、今後の人生で不利になります。個人的な意見を言わせてもらうと、かつての職場の同僚からここまで言われる人物が、自分でビジネスを始めるのは、ちょっと
危険なんじゃないかなと思います。12箱分のカレーを送る手続きで、疲れたとか言っているのに、飲食店の経営が本当にできるんでしょうか。仕込みや掃除などの目に見えないところでの作業も、かなり大変ですよ。またオフ会参加者はカツ丼様について、以下のように評しています。カツ丼さんは、参加者に関することをほとんど聞いてこなかった。普通は話の流れで聞いてくると思う。恐ろしいまでに他人に興味がないんだなと思った。動画に出てくるカツ丼さん、そのまんまだった。確かにかっちゃん、他人にあまり興味なさそうですよね。もし他人に興味があるのなら、記事の応援ムードから、ここまで嫌われないですよね。他人がどういう思考で動いているのか、少しは想像することができないと、他人に物を売って商売をするのは難しいです。自分でビジネスを立ち上げるのは、自由度が高い反面、全ての責任を自分が負うことになります。やっぱり普通に誰かの元で働いていた方が、気楽で良いと思いますよ。あとカツ丼様のカレーを、着払いで送料を支払って、食べてレビューまでしてくれた兄貴がいます。ああいう視聴者は大切にした方が良いですよ。私だったら絶対に食べたくないですもん。かっちゃんって自分大好きなのに、他人からどう見られるかという意識が全くないです。自分のカレーを酷評された時に半泣きでビールを開けて飲んでいましたが、ああいう姿をわざわざ動画で見せる必要はありません。幼稚だなと思われるだけです。復帰当初は良かったんですけど、徐々にかっちゃんの正体がバレてきて、それでだんだん嫌われていったという流れです。カレーを酷評された時、ちょっと量が少なかったかなみたいな謎の言い訳をしているのを見て、言い訳の宝石箱という言葉を思い出してしまいました。 YouTuber は他人から見られる仕事なんですから、もう少し立ち振る舞いには気を使いましょう。小学生ならまだしも、37歳限界フリーター独身男性が自由に振る舞っても、周りからの評価が下がるだけです。カツ丼様にぜひ聴いてほしい曲があります。小袋のドアという曲です。夢を追いかける全ての人に聴いてほしい名曲です。大半の曲は小渕様小さい方が作曲されているのですが、ドアは珍しく黒田様大きい方が作詞作曲です。黒田様らしいストレートな歌詞が良いですね。公式で MV が投稿されているのでぜひ見てみてください。まとめると、まずは就職して生活基盤を安定させるべき。 YouTube を頑張ったりカレー屋のオープンを目指すのは就職してから考えるべきじゃないのという話です。37歳フリーターで夢追いかけてますって言っても、相当努力をしている人じゃないと世間からはなかなか支持されないでしょう。でもカツ丼様は偉いと思いますよ。あれだけ社会を舐めていた人間が飲食店で逃げずに働いたんですから、いくら仕事ができないとバカにされようが、ニートから脱却して働いたことは誇っていいと思います。っていうか、普通に仕事してるだけで偉いんよ。だからみんな偉いんよ。働いている人はニート以外は偉い。おいしゃむ、聞いてるか。唐突。かっちゃんは本当によく頑張ったと思います。でも今は現状にちょっと甘えてるんじゃないかと、そんな風に見えてしまいます。現実と向き合うのはそりゃ辛いですよ。気がつけば37歳フリーター、もう若くない、なのに何も成し遂げていない。でもそれで良いんですよ。別に大成功しなくてもいいんです。普通に働いて納税しているだけで十分かっこいいし、ヒーローだと思います。そういう人たちのおかげで社会は回っているのです。現実から逃げてはいけません。一旦落ち着いてよく考えましょう。親はいつまでも生きていません。頑張れかっちゃん、負けるなかっちゃん。最後までご視聴ありがとうございました。